ドジャースファミリーデイ。ベシア夫婦みたいに大谷さん夫婦とデコピンの写真も見てみたかった。顔が写ってなくてもわかる。デコピンさん、マミコさん。貴重なスリーショット。デコピン主役。ドジャーワイブス IG に他のファミリーは写っていたけど、大谷ファミリーがいなかったから心配したよ。お尻しか見えないけど可愛いデコ。オフショット、ありがとうございます。インスタにも大谷夫妻ショットなかった。ワンも一緒に参加できるんだ。マミコおくちゃま、デコピン。昨日かな。大谷さん家族もファミリーデイに参加されていたようですね。デコピンは初のグラウンドかな。できればこういう写真が見たかった。素敵な写真。当たり前というか、なんというか、奥さんが綺麗すぎる。テイラーの奥様いつ見ても美人。翔平さんファミリーもちゃんと来ていたんだね。私的には CT ファミリーのこちらが。なんで大谷夫妻の写真は、隠し撮りっぽいの？家族といる時の選手たちの顔、素敵ですね。子供たち可愛すぎる。こういう日があるの、家族にとってもファンにとってもありがたい。ありがたいお写真の数々。大谷夫妻とデコピンの写真もお願い。大谷さんと奥さんのこういうショット、見ないもんね。やっぱり大谷家もファミリーデイに参加していたのね。写真出てなかったから、わからなかった。めちゃくちゃいい、癒される写真。誰の顔も写ってないけど、誰だかわかる写真、わら。デコピン、お腹と尻尾だけ。あえてデコちゃんのお顔を写してくれない。出し惜しみ。これでもありがたいです。二人は振り返って何を見てるんだろ？このファミリーが最強です。はい。マミコさん、今日もスポーティーなファッションで爽やか。スタイル抜群、高身長カップルは目立ちすぎるからな。なんか、休日のモデルさんみたいなショット。セレブなお写真。ドーンと二人の写ったお写真見たかったです。後でまた大谷夫妻の写真出てこないかな。ありがたいお写真。癒される。